赤い羽共同募金は毎年10月から全国一斉に始まり、札幌中心部ではボランティアや北海道コンサドーレ札幌のマスコットキャラクターなどが街頭で協力を呼びかけました。寄付されたお金は児童養護施設で暮らす子どもへの支援などに使われますが、去年は新型コロナで外出する人が少なくなり、募金額は前の年と比べて4000万円ほど減ったということです。募金活動は来年3月末まで続き、各市町村の窓口などで寄付できるということです。